さあ、前回の続き、ホライゾンやっていきたいと思いますけども、まあ、前回は、炎の矢をね、ゲットしたりとか、まあ、いろいろおっさんからなんかトラップを買ったりとかね、まあ、そういうところでしたけども、その続きを今日やっていきたいと思います。なんか意外と近距離攻撃が強くて、なんか実は効率はそっちの方がいいんじゃないかみたいなねのもちょっとありつつ、とりあえず目的地に向かいたいと思います。ん、あ、ここはいけないんだ、まだ。よし、ちょっとやっぱ狩りの練習をね。あ、んでいか、しっかりの練習をしながらちょっと進んでいきたいですけどね。めっちゃ逃げるな。うわ、外した。よし、北の門でロストに会う。そう、あの母なし子が登場。ジロジロ見れば。お、村過去に縛られていてはダメ。長老がカージャを試練に招待したから何なの。異端者に咲く時間はないわ。ここでもね、あんまり受け入れられておらずというね。さあ、お、ノラの義勇兵。誰も会話してくんねえよ。あのおっさんしか会話してくんねえな。俺、あ、これ解体されてるわ。よし、とりあえず目的地方面に向かいながら。ストライダーが近くにいるのかな。行こう。さあ、まあ、結構ゴリ押しでね、ガンガン行くっていう方が早いかもしれないんで、ちょっと今日はそういうのも試してみたりとかね、していきたいですけどね。いるね、ウォッチャーが意外とな。だから回避とかもちょっとうまいこと使い分けていきたいな。よしよしよし、こういう状態から回避、うまいことね、縦横無尽に立ち回っていきたいと思いますけど。ただ目的地は合ってんのかこれ。あ、向こうか。七面鳥、七面鳥、七面鳥ばっかだな。よし、これがヤガラかな。七面鳥いた。ん、ウサギか。よし、暗息の地の外で一体何を。薬のポーチがいっぱい。じゃなさそう。え、あ、セーブポイントある。ちょ、七面鳥やっとくか。よいしょ。これまだマジでまだ肉をさ使うところがないから。見つけた、約束通り。お、いた、ロスト。ちょっと一回セーブしよう。 OK。ここでアロイ、したか。ロストと話す。炎の矢はある。暗息の地の外から爆発の音がしたけど、言ってた問題ってあのこと。もう少しすればわかることだ。夜を待つ。夜か。夜を待つ。何の教え。どういうことだ。爆発は暗息の地の外だった。どうしようもできない。しかるべき時が来ればお前に教えてやろう。それまで待つんだ。トラップキャスターが。カルストから前に言ってたトラップキャスターを手に入れた。あの不届きな商人がいくらで武器を売ったのか考えたくもない。安くはないけど、その価値はある。かもしれん。
それも時期にわかるだろう。なんかでかいやつ来んのかな。ねえロスト、考えたけど試練を終えても縁を切るつもりはない。それは絶対にない。育ての親を忘れるなんてこと。アーロイ、接触は掟で禁じられている。知ってる。でも関係ない。義務を重んじるのは知ってる。でもこれまで私は掟に全てを奪われてきた。もうそんなことさせない。アーロイ、掟には従わねばならんのだ。やっぱりそう言うと思ったよ。ならこうしよう。こっそり会いに来る。見つからなければ面倒も起こらない。ロストが掟のせいで話さなかったとして、大変だな。私が話す。これは私の罪で、ロストは聞くだけ。それなら大丈夫。そうか、随分と考えたな。だろ。だから心配しないで、平気。優しい。ああ、そうだな。よし、で一休みしますか。夜までまだ時間がある。少し休んどく。そうだな、今夜は眠る暇がないからな。ん？お？焚き火で休む。まあそうすると時間が経過するってことか。なんか肉とかできないのかな。あ、これマップか。どうやって見んだっけ。アイテム、あ、これどうすんだ。アイテム作成での用途が多く、商人が買い取ってくる。へえ、じゃあやっぱアイテム作成でなんかつくんだな。あ、うん？アップグレードできるのかな。あ、できるできる。あ、できるわ。武器とかも本当増やしてえな。シャードが必要なんだな、結構な。なるほどね、こうやって増やしていくわけね。よしよしよし、ちょっと一旦眠ろうっつうか、焚き火で休もう。感謝のために門を開ける。時として異端者にも敬意は払われるものだ。部族の掟ね。この先は沈黙を守らねばならないぞ。ここは安息の地の外だ。これこそが真の自然だ、アーロイ。かつてない脅威に直面する。うわ、怖えな。なんだ、何が来るんだ。あの死骸、怪物か何かか。何これ。ソートゥースと呼んでいる。あれは新種、イカれる機械だ。10年前から現れ、多くの義勇兵が殺された。そう、まだ見たことねえな。まあ、とりあえず向こうに行けばいいのか。ソートゥース、道なりだ。遠くはない。あの小屋、何があったんだ。機械だな。一体どんな機械が。これからお前が狩る機械だ。え、これもか。ソートゥース、輝く網目。何これ。ウォッチャーの死骸、素材を取ろう。気をつけろよ。シャード、
え、なになに、何が出てくるの。向こうか。めっちゃやられてんじゃん、なんか人が。母の暁。うん、これは小屋か。あ、あれもういるのか、敵が。あー、やるっけない。よっしゃー、ワンパン。私たちしかいないのはなぜ。どうして義勇団が狩らないんだ。張っていた機械の死骸は彼なのだ。点火装置。再び狩りに出る。その必要はない。私が仕留めるから。注意しないと。愛されたウォッチャーだ。よし、ウォッチャーのレンズ。ウォッチャーは楽だけど、そのソートゥースがちょっとわからんな。どういう敵なのか。よし、ヤガラの木はめっちゃ必要だな。雷の炉。よし。ん？グレイザー。破壊されたグレイザー。死体がいっぱいある。でもそんなに素材は入ってないな。あ、いっぱいあった。グレイザーの心臓。レアアイテムだね。ヤガラの木。ヤガラの木いっぱい手に入る。さっき自然、資源用のやつを拡張したからかな。ん？なに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 ？館が丸ごとやられた。そんな、ソートゥースに何と置いたんだ。質問に答えるためにここに来たわけじゃない。あれを始末するために来た。厳しい。え？でけえな、なんか。うわ、なんか、え、うわ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 、これは強そうだな。すごく大きい。どうやって倒すの。どう倒すかはお前が決めること。まあ、まず弱点を見たりとかしようかな。この狩りはお前の狩りだ。一人でやれ。何が起きても私は手を出さん。分かったな。やべ、厳しい。見られないように高い草を使えば近づけるな。トラップキャスターでソートゥースの通る道に雷のワイヤーを設置すれば麻痺させられる。うわ、早っ。消えるの早っ。うん、じゃあトラップキャスターを使うわけだね。で、うわ、怖っ。でまず足跡ハイライトする。うわー、いやでもだいぶ広いな。でなんか真ん中が弱点なんだな。あのブレイズキャニスターか。うわ、怖っ。し、いいぞ。よし、まだ気づかれてない。うーわ、緊張すんなこれ。うわ、マジかよ。でもそこが通り道っぽいから、とりあえずそこにブレイズキャニスター仕掛けるか。ここね。あ、間違えた。よし、これでいいや。よし、来るぞ。来たら叩き込む。一気に。
怖え、緊張する。え、どこいる、どこいる、来てる来てる。じゃあとりあえず一旦炎で何すっか。うー、地形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 、すぐ逃げられる位置とかの方が本当はいいんだろうけどね。来るぞ。もらった。行くぞ。行け。おっしゃ、やったか。燃えてる燃えてる。見られた。おら、危ない。おい、やべ。お、危ない。スキャン。おいしょ、やべ。おお、いって、めっちゃ食らうやん。あ、おお、よっしゃー。お、食らわしたぞ。あれ、いって、やべやべ。やべ、いけるか。おお、おい、スキャン。あ、背中にある、なんか。うわ、外した。よし、追い込まれる追い込まれる。おお、おお、おぶらぶら。おお、いって、おっしゃ、あぶね、倒した。ビビった。なんか直接殴った方がやっぱ良かったのかな、避けた後。ここに来た理由は？質問してもいいんだ、アーロイ。完璧でないと生き残れない。試したんだろ、危険な機械と戦う腕をね。いや、来い。トラップキャニスター撃ってもうぶん殴りまくった方が良かったのかな。ここはノラ族の狩り場だ。守るべき場所。ソートゥースを倒さなければ、多くの義勇兵が犠牲になったことだろう。アーロイ、その問いにこそ学びがある。ずっとお前は己のためだけに訓練をしてきた。義勇兵は部族のために戦うのが務めだ。部族のため？仲間なんていらない。だが部族はお前を必要とするだろう。アーロイ、自立できる強さは立ち向かう強さにもなるんだ。大きな目的を果たす強さにも。そのことを心に留めておけ。忘れるなよ。これが試練じゃないのかな。試練の後も、私がいなくなってからも。さあ行くぞ、来い。いや、強かったな。矢がほとんどなくなっちゃったな。夜が明けた。異端者としてここで過ごす最後の日だな。目前に控えた。あ、これは試練じゃないんだ。しっかり集中するんだ。母の源へ向かうときは私も途中で待っていよう。教えが理解できた。最後の教えが理解できた。
そうか。自分の意志で戦うなら、信じる者のために戦う。見つけられるといいな。そう願う。私も一緒に行く。一緒に小屋に戻る。私はまだ戻らない。用があるからな。え？どんな？母の源で待っているぞ。じゃあ行くか。母の源でね。ああ。用がある。よし、ゲートに侵入。お、メインクエスト終了。ちょっとやっぱもうちょい狩りになれた方が良さそうだな。なんかちょっと今の感じだったら、レベル上がった。スキルを振れるぞ。じゃあ一回セーブすっか。よし。で、多分弾がほとんどなくなっちゃったんだよな。おお、できたできた。これ作れるかな。よし。炎の矢もできた。トラップキャニスターはまあまあの数があるから、まあまだいいか。ああ、意外と追いつかない。おっしゃ。骨付き肉、いっぱい溜まってくる。雪だ。ここはこれ以上暖かくはならないな。薬がなくなるな。あ、意外とでも持ってんな。これも焚き火。よし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 。あ、これ来たとこか。こっから先があれね、あの安息の地の外ね。あれ、いけねえのか。いけなくなっちゃった。スキャン。もうちょっとなんかウォッチャーとかとこう戯れたいな。戯れられそうかな。はい。まあでもとりあえず一旦じゃあここであれかな、切りがいいんで、次にちょっとね、行きたいと思います。またじゃあ次回、ちょっと次回はちょっと他の敵をもう一回ちょっとね軽く叩いてみながら、もうちょっとこうちょっと矢に倒れすぎなんじゃないかなっていうのがあるから、ちょっとそういうのをちょっと試していきたいと思います。はい、じゃあまた次回お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。